こんにちは、大宮です。今日はブライトリングプレミア B09 クロノグラフ40を紹介していこうと思います。小ぶりなケースサイズで明るいカラーの文字盤を採用しており、女性の方でも使えるクラシカルなクロノグラフとなっていますので、ぜひ動画を最後まで見ていただいて、何かコメントを残していただけると嬉しいです。時計の前に、まずはブライトリングのウォッチボックスをご紹介します。こちらは2021年より導入された、ペットボトルをアップサイクルした素材のみを使用した再生利用も可能な折りたたみ式ウォッチボックスです。落ち着いたブルーを基調としたカラーに、イエローの差し色がブライトリングらしさを感じさせます。環境負荷を軽減し、美しい地球を守るという目的のもと、ブライトリングが取り組んだのが環境配慮型ウォッチボックスの開発でした。時計ボックスとしてはコンパクトで、業界の基準となっているボックスサイズの約半分の大きさとなっております。非常に軽く携帯しやすいように、持ち運びしやすい小さなポーチも付属しています。そのポーチの中には、国際保証カードを収納できるカードホルダーも用意されており、修理などの持ち運びにも便利な作りとなっています。このポーチを少し丸めてウォッチボックスに入れると、時計を支えるクッションとしてご利用いただけます。中には取扱説明書なども入っております。こういうところにもよく考えられた工夫がありますね。それでは今回紹介する腕時計について見ていきましょう。今回ご紹介するのは、ブライトリングプレミア B09 クロノグラフ40です。1884年創業のブライトリングは、高精度のタイムピース、腕時計クロノグラフの開発をリードする役割、その卓越したデザインへの妥協のない取り組みにおいて、国際的に高い評価を得たブランドとしての地位を確立しています。航空界との密接な関係を古くから保ちながら、ブライトリングは航空の分野で素晴らしい時間を分かち合ってきました。また、革新の精神で知られるブライトリングは、科学、スポーツ、テクノロジーなどの分野においても特別な地位を獲得しています。ムーブメントはどの時計においても、スイス製コスコ認定クロノメーターというステータスを通じて、その品質が保証されています。今回ご紹介するモデルは、1943年に発表されたモデルをルーツとするヴィンテージ感あふれるデザイン、特に珍しいピスタチオグリーン文字盤を採用し、単なる回復主義ではなく、現代的なテイストが効いています。創業者であるレオン・ブライトリングの息子であるガストンは、独立したプッシャーを備えた最初の腕時計型クロノグラフの一つを開発しました。このプレミエコレクションは、そのガストンの後を継ぎ、レオンの孫であるウィリーが開発した1940年代のプレミエクロノグラフからインスピレーションを得ています。1943年以前のブライトリングは、軍用時計や航空時計といった実用的な精密機器の製造で知られていました。このプレミエは、機能打ちどころがないセンスだとウィリーが語ったように、機能に加えてスタイルに重点を置いた最初のモデルとして重要な存在です。文字盤のピスタチオグリーンの美しさに目を奪われます。1943年に登場したブライトリング初のエレガントウォッチであるプレミエに、現代的解釈を取り入れ、時を超えて生まれたのがプレミエ B09 クロノグラフ40です。文字盤の細やかなメモリやタキメーターが時代を感じさせてくれ、針の形状もヴィンテージ感のあるデザインとなっています。それではまずはケースについて見ていきましょう。時計のサイズは 40mm となっております。ブライトリングの中では小ぶりなケースサイズを採用しています。ステンレススティールケースを採用、ポリッシュ仕上げはもちろん、サテン仕上げも美しい輝きを放ちます。このサテン仕上げは、一度綺麗なポリッシュ仕上げを施した後に筋目を入れていくので、とても綺麗なサテン仕上げが完成します。ポリッシュ仕上げが施されたベゼルはすっきりとしており、ドレッシーなスタイルにもマッチしそうですね。ケース表面はポリッシュ仕上げ、ケースサイドはサテン仕上げ、ラグのフォルムに合わせた仕上げの入れ方はとてもセンスを感じます。ケースサイドから見ると、ケースサイドに刻まれた溝、ドーム型サファイアガラスなど、クラシカルでエレガントな、木の打ちどころのないデザインに仕上がっています。次は文字盤について詳しく見ていきましょう。このモデルの大きな特徴と言ってもいいピスタチオグリーン文字盤が綺麗で目を奪われます。今、時計業界ではグリーンが新しいトレンドカラーになりつつありますが、このようなネーミングをされた明るいグリーンは独自性を感じさせます。明るすぎず深すぎず、本当に見事な色合いを見せてくれる文字盤となっております。タフで精悍な印象のクロノグラフのイメージのブライトリングが、こういったカラーの文字盤を作るのはとても好感が持てますね。針は当時のクラシカルな針のデザインにインスパイアを感じてうまく再現しています。文字盤には2つのインダイヤルを備えています。3時位置には30分積算計、9時位置には秒針を配置、いわゆる2カウンタークロノグラフで40年代のオリジナルモデルと同じレイアウトです。当時は飛行距離などの関係から12時間積算計はなかったのですが、2カウンターのクロノグラフはクラシカルな雰囲気が魅力ですね。また3時位置のインダイヤルのメモリには3分おきに長いメモリを使っています。これはテレフォンユニットカウンターと呼ばれるものです。このカウンターは当時の電話料金が3分おきに高くなることから生まれたカウンターで、通話時間を一目で確認できる画期的なものとして誕生した機能となります。現代では特に必要はありませんが、当時はこのカウンターを使用して通話時間の計測をしていたという歴史あるカウンターとなります。インデックスはシルバーカラーの立体感の感じられるアラビアインデックスを採用しています。書体も柔らかな印象でヴィンテージな印象を醸し出しています。このアラビアインデックスは実際につけてみると、光が強く入り込んでも光が反射しすぎることなく文字盤にうまく溶け込みます。文字盤中央のクロノグラフの文字やヴィンテージ風の針までエレガントなデザインディテールが再現され、伝統を受け継いだ仕様を感じさせます。2時位置のプッシュボタンはスタート・ストップボタン、4時位置のプッシュボタンはリセットボタンとなっております。長方形の形状のプッシュボタンはとても押しやすく、操作性にも優れています。ヴィンテージ感を出しつつエレガントなデザインとディテールはこだわりのポイントですね。次は時計の裏側を見てみましょう。ケースバッグはシースルーバッグになっていて、いつでもブライトリングの自社開発手巻きキャリバーを見ることができます。この自社製手巻きキャリバーが見えるのは今回このモデルが初となっております。1940年代のオリジナルモデルと同様、手巻き式でその原動力はブライトリングマニファクチュールキャリバー01をベースとしたキャリバー B09 です。自動巻きのムーブメントだとローターがあるので、ムーブメントを隅々まで見ることは少し難しいですが、手巻きのムーブメントなので緻密に組み上げられたパーツの動きを思う存分ご覧いただくことができます。昔ながらのコラムホイールの動きが見えるのもメカ好きの方にはたまらないポイントですね。パワーリザーブは約70時間ありますので、手巻き式ムーブメントでありながらも長時間稼働してくれるのも嬉しい仕様です。続いてベルトですが、ストラップは光沢感のあるブラウンカラーのアリゲーターレザーストラップとなっており、ダイヤルカラーと相性が良くエレガントなデザインを引き立ててくれます。ストラップの裏はイエローのカラーを採用しているあたりはとてもセンスを感じるポイントですね。バックルは折りたたみ式バックルを採用しています。実際に触ってみると、これはとても着脱のしやすいバックルだと思いました。また防水性能は 100m 防水となっております。本格的なドレスウォッチにもかかわらず防水 100m を保持しているので、機能面でも安心ですね。今回のブライトリングプレミエ B09 クロノグラフ40の感想ですが、こちらは実際に見てみると、どの角度から見てもこだわりのある見応えのある作り込みが感じられる腕時計だと感じました。小ぶりなクロノグラフでとても腕の上での収まり感の良いサイズの時計だと思います。またケースからせり上がったドーム型サファイアクリスタルガラスがクラシカルな温かみを感じさせるデザインで、ブライトリング家の DNA を色濃く体現したエレガントウォッチということを感じさせてくれます。ダイヤルカラーは現在の時計業界でのトレンドカラーであるグリーン系ですが、こちらはピスタチオグリーンという温かみのあるグリーンなので、時代に左右されない独自性の高さがこのモデルにはあると感じました。このカラーは奇抜な発色ではないため、お洋服との組み合わせがしやすいカラーリングなので、雰囲気の違った一本をお探しの方にもお選びいただきやすい一本と言えると思います。男女問わず30代から50代のクラシカルな小ぶりのクロノグラフを求めている方に人気で、入荷本数が少ないので希少性を求めている方にもおすすめですね。お取り扱い店舗はブライトリングブティック大阪、大宮、和歌山本店、京都店となっております。ご購入をご希望の方はぜひ店舗までお問い合わせください。概要欄にもリンクや詳細を記載しておきます。また保証期間は5年間となっております。自社開発製造機械式ブライトリングムーブメントについては3年間保証期間の延長が可能です。ブライトリング国際保証はブライトリング公認販売員によって時計の購入時にアクティベートされた後、世界中のブライトリング公式パートナーの下でご利用いただけます。ということで今回はブライトリングプレミア B09 クロノグラフ40についてレビューしました。本日の動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。この動画がいいなと思ったらぜひ高評価もしくはチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントで感想やレビューをしてほしい時計のリクエストを教えていただけますと嬉しいです。それではまた次回の更新をお楽しみに。ありがとうございました。